いやー、この動きはスペックの無呼吸連打を意識してんだろうな。レトルトもバキ読んでるからな。はい、じゃあレトルトさんがこの間俺の作ったコースを遊んでくれたので、今度はこっちが遊んでみようと思うんですよ。これが一番古いやつだよね、意地悪マリオメーカー2。まあクリア率で大体の難しさはわかるんだけど、 2% 台は結構やってるでしょ。だいぶあくどいコース作ってると思うんだよね。まあそのつもりで行きましょう。心していきましょう。意地悪マリオメーカー2、地獄を見るんだろうなこれから。よし、は、優しいじゃん、いいやつじゃん。これ上行ったら殺されるとかない。あーい。いや、トラップだと思ったよ。上をやたら強調するときって大体そうだもん。絶対そうだと思ったもの。あ、あ、ちょっと飛んだだけで死ぬんだこれ。ちょっと待って、最初にドス誘導して、あ、でもこれ隙間関係ないか、上から行っちゃえってことか。これそういうやつかよ、初見殺しねんだじゃん。俺と同じ発想してるじゃん。もうちょっと待てよ、あそこにもいるから最小限のジャンプで行きたいな。いや、ちょっとここでキープして、ん、あ、これ正しいんじゃないの、上行けちゃった。こ、え、マリオのいる場所にツララ連生すんのやめろよ。まあでもこれコインがあるってことは下から行けってことなんだろうね。コインが存在するってのはそういうことだよな。よしよしよし、普通に駆け抜けて、あー、ここは気持ちいいポイントだね。ちょっと待って待って待って、演出に気を取られんだよ。あれ、どうすんの、上行けってことか。だからここでちょうどいいブレーキをかけて、で、無理っすね、無理っすわ。あー、これ下にルートあんのか、これどっかで下行けってことか。ルートそのものが間違いってことね。ああ、キノコがぺしゃんこに。なんかヒント、ああ、ここ、もしかして、いい、ああ、これいけそうな感じあるな。いや、ここでちょうどいいとこで止めるのも結構難しいよ。いけ、よっしゃよっしゃ、来たな。で、あとは、ん、これ甲羅が必要になったりしないよね。このノコノコ何の意味あんだ、あんま気にしなくていいのかな。このドッスンどっち向きに動くやつだ。あー、でもこの位置なら右しかないか。これに乗りながら右に、あっと失敗。あ、ここはちゃんとした技術を要求するとこだね。ヒーやべえ、ここで死んでる人あんまりいない、あんまり罰ついてないとこで死んだとき恥ずかしい。急に加速するから難しいな。よし、ん、なんか今まで派手だったのに急に地味になったな。こん、あー、出たー、こんな感じの俺も昔作ったことある。こういうとこになんもねー。よし、あ、上にゴール見えるな。これどこに繋がってんだ、あ、あ、これあいつが鍵持ってんのか。あいつか、ん、落ちるんだそこ、あんまりバツついてなかった、また恥ずかしい。母ちゃん死にたくねえよ。ああ、なるほどね。え、じゃあこれもう立ってるだけでいいんじゃないの、基本。つららが勝手に落ちてくるからさ、ちょっと移動させれば。うん、あ、なんか急に優しくなったな。なんか振り幅すごいな。優しいとこと初見殺しんとこの
まあ落ちたけどね、さっきんとこ隙間で。ん？いやいや、取らせてくんねえやつじゃん。もうそういうのいいから、いやもうそういうのいいから。出たー、意味のない音遊び、嫌だわー。で、ひぃー、死にたくねえよ母ちゃん。あー、しゃがんだまま進めないのか、このワールドのマリオは。よし、で、あ、同じパターンね。あ、でも自分で踏むこともできるんだな。あー、やばい、なんかつらら気にしちゃって動きづらいな、意外と。よし、で、ここは、あ、普通に飛ぶだけでいいの？別に隠しブロックがあるわけでもなく？うん。まだ続くのかな？もう一個ぐらい中間ポイントないかな？ガバガバ音遊びやめろよ。で、あ、ゴールじゃん。あ、これだからって焦っちゃいけないんだろうな。死んだーあれ、これすぐ行ってよかった。それなんか左に空間あんの気になるよな。こっから死ぬ、助けて、もう死にたくない。よし、左突っ込んでみよう。おい、ここまで戻ってくんの結構めんどくせんだぞ。結構何回死ぬんだよ。あー、ここ地味だと思ったけど結構効くな。結構戻ってくるとき死ぬな。ちょっとここまで来るのに俺チビマリオになっちゃうんだよな。でかいマリオのまま来れれば安心感あるんだけど。これもう、あ、いけたー、あんなんでいいんだ。なかなか手ごわかったな、クリア率2% 台だけあって。ダメって押してやろうかな。でも押せねえんだよな、友達であろうと。実際結構楽しませてもらったし。あー、でもこれで 2% 台か。なんか他のコースもチラッと見たけどもっと低かった気がすんだよね。こっちは 0.84%。なんで俺 1% 切ってるコース基本的に選ばないからね、普通に遊んでる時も。 1% 切ってるかどうかで結構変わるから、体感的に。でもなんか生意気に音楽ってタグついてんな。まあでもこれ自分でタグつけたわけじゃないのかな、誰かが勝手につけたのかな。まあちょっともう一つやってみるか。うん、まあでもさすがになかなかエンタメ性のあるコースではあったな。ドッスンスピンの意地悪フルコース、毒キノコを添えて。生意気なタイトルつけやがって。え、これ叩いていいやつ？上にスパイクボールあるからさ、ほらこうなるじゃん。キノコ消滅するじゃん。仮にキノコ出ても消滅するなって思ったんだけど。あ、てかこの 3D マリオのスキンか。あ、もう普通に下手。ちょっとさ、ドッとのマリオの方が俺動かしやすいんだよな、世代的にも慣れがあるから。いけるかなこれ。こうして、あ、あのドッスンにこっち来てほしい感じ。これ来た、来てくれた。なるほどね。あ、なんかよくできてるな。で、えっ、危ねえ。引っかかりそうだった。はいはい、うわー、1マスしか猶予ないとこ、死んだ。ちょっと左に避けて、あれ、どうすんじゃねえ、キラー踏むんだな。あ、割とちゃんとしたアクション要求してくるコースだね。あ、よし、いや、ちゃんとしたコースだな。ただの一発ネタじゃなくて、一発ネタの方が俺は好きだけどね。そんなちゃんとした技術ないからさ。で、ここでちょっと待って、あー、今惜しかったな。待たない方がいいのか、一気に行っちゃった方がいいのか。よし、一気に行くぜ。こうして、もう押しっぱなしで、
いた。で、ん、いっ、合ってるこれ。トスに追われながら、これ駆け抜けちゃっていいのかな。なんか危険な匂いするけどな。ちょっと待ってください。こうして一気に、この方が楽だな。で、あとは駆け抜けて、ちょっと待って、あいつ踏んでみよう。よし。あれ、ちょっと待って、これ積んだか。ん、あ、あのドッスンこっちまで引っ張ってくんだ。なんか駆け抜けちゃったけど、いねえ。あ、いた。よし、このドッスンに来てもらわないと足場ができないんだな。あ、なるほどな。この辺よくできてるな。頼むよ。でもそんなに猶予時間ないな。ここ、よし。で、またか。あ、今度はこれドッスンに乗ってくんじゃないのか。結構早い。そうか、ブロックなくなると加速する感じになるんだな。チクショー。あー、死にたくない。なんか上にツタみたいなのもあんだよな、あれって。あ、いけたー。めっちゃ右だと思ってたわ。ツタ見えてなかったもの。これもしかしてキノコ。優しいじゃん、らしくねえじゃん。これ土管も気になるけど、あっち、まあこれサムネ用か。サムネこんなんだったな、このコースの。なるほどね。俺あんまサムネこだわらない人だからな。えらいな。ん、変わりましたね雰囲気。あ、そういえばなんかタイトルに毒キノコみたいなことも書いてあったっけ。ドッスンスピンの意地悪フルコース、毒キノコを添えて。あれなんかホーミングしてくんだよな、あの毒キノコ、マリオのこと。あ、ペタコいたー。毒キノコを避けながらブンブン倒さなきゃいけねえっていうやつね。ちょっと邪魔だなキノコ。よし、もういいっすか。いいっすよね。いや、ちっちゃくなっちゃったのが痛いな。あ、キノコあんじゃん。あ、キノコどんどん上に行く。死ぬー。目がくらんだ。キノコに。キノコを食べたいという欲求に負けたわ。美味しい、キノコ。あ、無敵時間中に毒キノコに触ったら、毒キノコ消滅すんだな。ラッキー。でもな、でかい、でかいマリオの状態で来たいよな、できることなら。ここコインよ。はあ、はあ。いやー、でかいマリオでこの扉くぐれた試しがないね。それができれば楽なんだろうけど。で、ここ飛び越える。よし、いいぞ。よっしゃー、キノコ取ればこっちのもひー。あ、ちょっと待って、無敵時間中に、あー、ダメだ、間に合わなかった。くそ、落ちてこい。よし、で、今のうちに取っちゃおう。オッケー、開いたー。またちっちゃいマリオで扉をくぐっちゃったよ。お、大丈夫かな、なんかあると思うんだよな。これで終わりじゃないよ。ん、スピンって書いてあった、書いてあった。読めるか。いや、コインでスピンって書いてあった気がするけどさ。こっから見えないじゃん。こっから読めねえんだよ、スピンって。こうしてトゲゾを踏んで、この矢印の位置通りに落ちるのが大事だな。よし。あ、あ、こっち側にはないんだ。両サイドにあるかなって思ったんだけど、このパチパチ。これ2つ置く必要なくないですか。レトルトくん、レトルトくん、レトルトくん、まだあるのかい。それ必要。全然バツついてない。あそこで死ぬやつ超珍しいじゃん。いや、なんか毎回でかいマリオでここ来れないんだよな。ダメージ受けるんだよ。じゃあ、でもなんかドッスンいるとわかると気になっちゃうけどな。上、うわ、なんもねえ。すっごい何もない。矢印通りこっち行くしかないのか。
えい。あれ、ワンワンって踏めないよね。あ、これは、あー、戻ってくる、戻ってくるの思いのほか早い。鎖のところをね、抜けようと思ったんだけど。あ、でも終わりが見えたな、やっと。いや、長かったぜ。で、ここででかいマリオのまま行けるかどうかってのも地味に大事なんだよな。よし、これはいける気がするぞ。よっしゃ、初めてでかいマリオの状態でこったわ。これで多少ダメージ受けてもゴリ押せるんじゃないの。よっしゃ。で、まあでも一応慎重には行きたいよね。トゲゾを踏みながら、あ、なんか飛んでくるマグナムキラーを踏んで一気に行きたいんだよね。こういうこと。よっしゃ、たまたまワンワンいなくて助かった。できたよ、レトルトくん、レトルトくん。でもすげえムカついたよ。いいね。22秒はおかしいでしょ。すごいな、タイムアタックする人。 AI なんじゃないのこの人。でもう一つコースあるんだけどさ、これも結構どうせやばいやつでしょ。 0.3%。 やらないまであるぞ。いやでもまたの機会にしましょう。いやー、でもしんどかったな。気軽に友達のコース遊ぼうって気分でいたら地獄見たもんね。本当に。まあでも難しいコースは難しいコースでやっぱり達成感あるし、俺も1回ぐらいあのぐらいの難易度のコース作ってみようかな。クリア率 1% 以下ぐらいになりそうなやつ。うん。つうわけでマリオメーカーはまあ不定期で投稿してますけど、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。